いやいや、トップバッターやと思わなかった。いやいやいや、西口も眩しいし。はい、緊張しますね。皆さん、こんばんは。最後に、はい、キュードリームです、この度はウェルネスパーク共演上昇いただきました。ありがとうございます。すごい、ね、芝生の上っていうのかな、ゲートボールとかグランドゴルフとかしそうな、ね、ところで踊らせていただいてきたのが2会場目でして、まさかね、そこで撮れるとは思わなかったんですけども、ありがたいことに電話をいただきまして、誰やねんこの電話番号みたいな感じで撮ったらね、賞を取ったよって言っていただきまして、ここで踊らさせていただきます。この5歳から中学校2年生までのちっちゃいメンバーですけどもね、皆様に心を込めて、お届けしたいと思いますので、どうか最後まで見てやってください。ケドリム、よしくレイ、それでは参ります。心を込めて4分30秒、夢を奏でる舞台をお楽しみください。ケドリムでカナダ。うちに秘めたるしなやかさ、つややかさを奏でさせていただきます。いただきます。
場で見ていただきました全ての皆様に感謝の気持ちを込めて、ライブ、ありがとうございました。本当にありがとうございました。ケイドリームでした。ありがとうございました。ケイドリームの皆さん、ベネスパーク教育賞を受賞しました。ちょっとね、ここで一言ね、伺ってみたいと思いますけども、誰かインタビュー受けたい方いますか？なんでみんな下がるかな？じゃあランダムでいきますよ。はい。じゃあ、こんにちは。お名前教えてください。お姉ちゃんは何歳ですか？5歳ですか？賞受賞しましたよ。楽しかった？楽しかった。また明日も頑張ってくれますか？そこ微妙なんですそこ元気よく入れてもらいたい。明日も頑張ってくれますか？誰かフォローしてあげてください元気づけてあげてください。ありがとう、やっと頑張ったね。ありがとうございます。今一度皆さんお願いします。ありがとうね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ベッツパック教員賞を受賞しました。おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんね、会社に帰りました。ありがとう。